こと消費とは一般的な物品を購入する物消費に対しことつまり体験にお金を使う消費行為のことで特に非日常的な体験が伴う経済活動を指す。2000年代前半頃から使われるようになりその背景として大半の人が日常生活に必要なものをすでに所有しておりインターネットの普及などによって価値観が多様化。 細分化したことから、物欲より、心の充実を満たしたいという欲求の現れとされる。古くからあるものとして、自己検鑽のための習い事などもこと消費と認識され、キッザニア東京での子供による、疑似職場体験や、ワークショップなども含まれる。また、例えば自動車を購入後、ドライブに出かけるなど、物消費に連動する場合もある。さらに、 体験ギフトのように譲渡されるものもある。舞妓体験は人気の京都観光こと消費の実体経済が反映される顕著な事例として旅行が挙げられる。観光農園での収穫や観光牧場での乗馬などに始まり、社寺参拝ツアーの日程の中に座禅や社経がオプションとして組み込まれていたり、温泉入浴を目的とすることは以前からあったが、 物見予算と土産物購入だけでなく、実体験を主たる目的とする体験型ツアーが増えている。従来の民宿が宿泊と食事を提供するだけに、対し、農家民宿は農作業や収穫そして調理も宿泊者が行うという体験のこと消費を提供する違いがある。体験型観光は、法日外国人旅行者の思考、動向にも現れている。 通り一辺の観光地を訪ね歩いた欧米人や中国人、アジア人による日本旅行のリピーターは日本文化を体験することを希望するようになっており、インバウンド消費にとって大きな存在となりつつある。行政もこと消費の可能性を鑑み、経済産業省がこと消費空間づくり分担金を教室、観光庁も体験型観光コンテンツのモデル事業を 選定している。ありがとうございます。